歯医者さんに行こう。みーすけ、出てきなさい。歯医者さんに行くわよ。ママが声をかけます。みーすけは歯医者さんへ行きたくなくて布団に潜ってしまいました。歯医者さん怖いよ。きっと怖い先生がいて、尖った機械がたくさんあって、僕の歯を痛い痛いするんだ。今日は虫歯がないかチェックしてもらうだけよ、とママはみーすけを歯医者さんへ連れて行きました。歯医者さんに着くと、受付にかわいいウサギのお姉さんがいました。予約していたみーすけくんですね。どうぞ。待合室でみーすけはドキドキ。きっと先生は怖いんだ怖いんだ。ドアの向こう側からキン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 、ジージー、怖そうな音がします。カバのカバケバくんが緊張した様子で隣に座りました。みーすけは、カバケバくんも今日は歯医者さんだったんだね。僕、毎晩寝る前に飴玉ガリ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 食べて歯を磨かないでいたら虫歯ができちゃったんだ。カバケバくんのママは言いました。カバケバは歯医者さんの虫歯チェックも嫌がって、ずっと歯医者さんに来てなかったのよ。こんな風になる前にちゃんと先生に見てもらえばよかったのに。その時、みーすけくん、お待たせしました。どうぞ。みーすけは呼ばれて中に入ることになりました。中に入るとハムスターの先生がいました。こんにちは、みーすけくん。今日は虫歯がないかチェックさせてもらうね。みーすけはびっくり。だってハムスターは小さくって可愛くって想像していた先生と全然違うから。ふむ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 、ほう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 、なるほどね。みーすけくん、虫歯はないようだわ。しっかり歯を磨けているようね。素晴らしいわ。もし小さな虫歯が見つかっても、小さければすぐ治せるわ。大きい虫歯だったり、たくさん虫歯があると時間がかかるし痛いかもしれないわ。だからたまに先生に歯を見せに来てね。キーンキーンと音がする方を見ると、カバケバくんが歯を直してもらっているところでした。その様子がとっても怖かったので、みーすけはまた絶対絶対先生に歯を見てもらおうと心に決めてお家へ帰りました。おしまい。